先生だぞ。もしもし。あ、もしもし。ちょ、お前やばい、待って、やべえぞ。何、どうしたの。あ、お前ほんと、お前台風情報見てないの。台風情報。お前マジで見ろって一回。え、来てんの。やばいって、もう。え、テレビ。うん、やばいやばい。なんちゃこりゃ。大丈夫じゃん。大丈夫なんだよ。え、すごく大丈夫なんだ。え、何この台風。でもすごく大丈夫なんだけど。え、こんな形ある。いや、ないって。え、なんでこんな縁取ってんのこいつ。だからなお、わからん。日本が、え、キモキモ、え、な、な、な、え、な、一個だけ考えるとしたら、日本が臭い以外考えられんぞ。臭い、避けてるしか考えられんぞ。いや、そうだ、小学校のいじめみたいなことやんないだろ。だってお前それ以外のお前説明つかねえだろ、この避け方。いや、確かにね。なんでこいつこんなに近くまで来たのにさ、寄っていかないの日本に。え、だから、なんだろう。なんかキモ、なんかストーカーみたいな、なんかこの周りだけちゃんと見ていって帰ってくるわけでしょ。そう、だからなんかよくわからん、こいつ。気持ち悪い、こいつ。なんかもうオーストラリアに行きますみたいな感じ、ね。うん、なんかクイーンって言ってるじゃん。日本興味まあないです。オーストラリアに行きますみたいな。のくせにさ、なんか韓国を寄ってってんだよ。いや、韓国好きなんじゃない。なんでこいつ。ああ、はいはいはい、わかったわかった。え、俺わかったわ。え、何？これ、うん、下見来てんじゃない。は？だからこれ、次来る時のためにどんな感じかの下見じゃねえ。初デートかおい。下見だろこれ。初デートかおい。なんかちゃんと来れるようにって。なんかこう、なんか、うん、そういうことにしかもう見えねえぞ。ね、次はちゃんとこうバーンって来るの日本に。ちゃんと直撃すっからみたいな。どこら辺攻めよっかな。そんなちゃんと下見入るんだ台風って。じろ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 見てんだよ。あ、そういう感じ。台風の目で。いや、うるせえよ。てかさ、お前から電話してくるの珍しくない？そっか。お、よかったら今日飲みに行かない？え、今日？うん。いや、今日さ、初デートの下見行くんだよね。台風9号！